こんにちは、ネックス工業へようこそ。自動車業界の EV シフトの中心地、ヨーロッパで異変が発生しています。ヨーロッパといえば、ガソリンエンジン車から電気自動車への転換、いわゆる EV シフトを主導してきた地域です。温室効果ガスの排出削減のために、ガソリンエンジン車から走行中に温室効果ガスを排出しない電気自動車へ転換することで、地球温暖化対策とする動きです。それに対応するために、自動車メーカーも電気自動車の新規開発や生産体制の拡充など、巨額の投資を行っています。しかし、ここに来て EV シフトの問題点がクローズアップされており、本当にこのまま EV シフトを続けて良いのかという声も聞こえるようになってきました。その声は EV シフトの中心地、ヨーロッパでも上がり始めました。なんと、ドイツとイタリアが EV 法案に反対の姿勢を示したのです。今回はそんな異変を見せるヨーロッパの EV シフトについてフォーカスしていきます。この動画では、なぜドイツとイタリアが EV 法案で反対の姿勢を見せているのか、そしてうまくいかない EV シフトと経済的な思惑についてもお話ししていきます。欧州議会は2035年から内燃機関搭載の自動車と小型商用車の新車販売を事実上禁止する法案を可決しました。欧州議会の首席交渉官であるヤン・ハイテマ氏は、この法案について次のように述べています。この規制はゼロエミッション車および低排出ガス車の生産を促進するものです。2030年の目標を野心的に修正し、2035年のゼロエミッションを目標とします。これは2050年までに気候変動抑制に到達するために極めて重要です。この目標は自動車業界にとって明確なものであり、自動車メーカーにとっては技術革新と投資を刺激するものです。このようにコメントし、環境規制を強める姿勢を改めてアピールしました。法案では、2030年までに自動車の二酸化炭素排出量を2021年比で 55% 削減させるという中間目標を掲げ、かなり野心的なものといえます。議員による本会議の投票結果は、賛成340票、反対279票、棄権21票でした。欧州委員会は2025年までに新車と商用車のライフサイクル全体での二酸化炭素排出量を評価・報告するための方法を提示する予定です。ヨーロッパでこうした EV シフトのギアがもう一段階上がろうとしている中、ドイツが2035年以降に欧州域内で e フューエルを使用する新車販売について認めるよう要望を出したことが明らかになりました。この流れには、イタリアも同様の立場を取ることが報じられています。一般的に e フューエルはカーボンニュートラル燃料の一種だと解釈されており、再生可能エネルギー由来の水素など、再生可能な資源からの電池エネルギーを科学的に蓄える燃料を指します。ただ当然、この燃料を燃焼させて走行する車の場合、排気ガスとして二酸化炭素が排出されます。そのため、自動車の二酸化炭素排出量削減という理想からは外れたものになります。ドイツがこうした行為を行った理由はいくつか考えられます。まずは、ハイエンドモデルへの配慮です。例えば、2022年11月、日本で開催されたランボルギーニのイベントで、来日していたステファン・ビンケルマン CEO は、電動化の動きに対して次のようにコメントしました。ランボルギーニのようなハイエンドな車のメーカーにとって、2035年以降も e フューエルの導入を真剣に議論するべきだ。ランボルギーニといえば言わずと知れた高級車専門メーカーですが、電動化に対応するために2028年に初の EV を市場導入し、また他のモデルもプラグインハイブリッド車化する計画を発表しています。しかし、同ブランドのユーザーである富裕層の中には、たとえプラグインハイブリッド車になっても大排気量の V 型ガソリンエンジンを求める声が少なくないのが実情です。
その声に対応するためには何としても内燃機関を使い続ける、つまりは e-fuel の導入が必要になるといえます。ハイエンドモデルやスポーツカーを求めるユーザーには EV ではつまらないという声も少なからずあります。こうした声に対してメーカー側がどういった答えを用意できるのかは不透明です。実は EV シフトという動きは非常に政治主導であり、高度に政治的な判断が入り乱れながら現在の流れが作られてきたものです。例えばドイツでは経済重視派と環境重視派の間で論争が繰り広げられ、環境問題は政党のイメージを決定づける重要な要素となっています。ドイツ国内の情勢だけで見ても、環境重視派である同盟90、緑の党とショルツ首相を擁する中道左派の社会民主党は、支持基盤である労働者団体に対して配慮する必要があるため、微妙なスタンスの違いが見られます。イタリアのメローニ右派連立政権は、新ビジネスの立場に加えて EV シフトが雇用に与える悪影響を重視しています。従来のガソリン車やディーゼル車の生産ラインが不要となり、雇用が失われる恐れがあるため、EV シフトは慎重に行うべきだというのがメローニ政権の主張です。その他にも中東欧の大国、ポーランドが反対の意見を表明するなど、EU 内での意見の相違は隠せないところまで来ています。ただ反対の立場の国も、EV シフトそのものに反対しているわけではないということは特徴的です。ただそのやり方やタイムラインに疑問を呈しているということなのです。またここに来て EV シフトにブレーキをかけたいという思惑が強くなったのは別の要因があると言われています。それは中国の自動車メーカーの参入です。中国では EV を含む政府が定める新エネルギー車の普及が進んでおり、増産してきた中国メーカーは量産のノウハウを獲得しているとされます。価格の高さがネックとなっている EV で、中国製の EV は他ブランドの同一クラスと比較して約1割安いことが知られています。安い中国メーカーの EV が EU に進出を拡大すれば、中国メーカーに市場を席巻される可能性も考えられる状況です。つまり中国メーカーに対しての警戒感が強まっており、それが今回の反対につながったということが指摘されています。いろんな声がありながらも進んできた EV シフトですが、もう一段階 EV の普及を目指すためには課題も浮き彫りとなってきています。まずは充電スタンドなどインフラの整備です。充電スタンドなどインフラの整備が順調な地域は少なく、実際は設置が追いついていない状況にあります。さらに充電スタンドで使用される電力をどう確保するのかという課題の解決もまだまだ見えてきません。高い価格がネックとなっている EV を低所得国でどうやって普及させるかという課題も深刻です。それに関連して中古車市場の育成も十分とは言えず、理想とする EV 社会を作り上げるための課題は多いと言えます。目標とする2035年まではあと12年であり、そこまでに理想を実現させるのは簡単なことではなさそうです。ヨーロッパ市場は中国国内でノウハウや開発力を高めてきた中国メーカーにとっては非常に魅力的な市場です。そういった中国メーカーに危機感を抱く欧州各国ですが、 EV 政策に関して言えば中国メーカーに追い風となってしまっています。というのも2035年に内燃エンジン車の新車販売を段階的に禁止したいのであれば、割安な EV の大規模な供給は不可欠です。しかし実際のところ最も安い EV を出せるのは中国メーカーであり、中国メーカーの EV がシェアを広げていくことは明白な状態です。これに対抗するためにヨーロッパの自動車メーカーは値下げも迫られ、収益を悪化させる可能性が非常に高く、2030年までに中国勢が欧州 EV 市場 20% を握り、欧州ブランドは2021年に 66% だったシェアを 45% まで下げるという予想もあります。理想と現実が入り混じる欧州の EV 政策に関しては、
今後さらに思わぬ方向に動く可能性もあると考えられます。自動車業界の明日を大きく左右することであるだけに大きな注目を集めています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。またツイッターと LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。